はい、コナンです。ヨガウォッチプリプリやっていきたいと思います。レベル5ランドのね攻略進めていきます。今ちょうどねガチャを引き終わったところです。さあステージ1のジュバニャンやっていくぜ。さあ今回使う妖怪はこちら、黒いジュバニャン。今回のガチャからゲットしました。欲しかったんだよね、自分が消えるほど強力。そしてレイトンSS ランク不思議族、攻撃力アッププラスサボり、これは強敵相手に使えそうだ。そしてスキルがあります、自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そして来たぜ、 SSS ランクの日の神シャドウ。選ばれた妖怪プニを消して攻撃後自身がフル威力80ポイント。そしてスキルがあります、 HP が0になった時一度だけ自身の技ゲージが溜まった状態で復活する、死んでも生き返る、しかも技ゲージ付きというね、これは使えそうだ。そしてスモウドン、前回のイベントでゲットしました。これね使うの楽しみにしています。そしてイネムリドラゴン、ファンタジーライフオンライン単体攻撃。さあこんなパーティーでいきたいと思います。まあステージ攻略はね基本このパーティーで、まあステージによってね若干パーティーも変更しながらやっていきます。さあジバニャン、いつもねイベントステージ1の妖怪はねなぜか一発で落とすことができるんですよ。なんだろうね、よくわかんない、たまたまなのか僕だけか分かりません。皆さんどうでしたでしょうか、またねそのあたりコメント欄で教えてほしいなと思います。なぜかステージ1はどうやろうが落ちるっていうね、まあ通常ご祝儀ステージと呼ばれてますけども、まあ他のステージもねこんな感じにしてほしいよね。特にあの隠しステージのむっちゃ強いやつ全然落ちません。さあフィニッシュ、シャーそう絶対来るんだよね、なんだろう、まあこれは嬉しいことなんでいいんですけども。さあレベル5ランド楽しすぎる、ちょっとねやばいですね今回のイベント。単純なマップ3つと思いきや相当やり込み要素がある、やばいなこれ。レベル5ランド行きたいよ。さあ技レベル上げていく。さあそれではね早速ドリームマッチやっていきます。さあカトリーですね、こちら鉱物が与えられるということは仲間にできます、これは欲しい。さあちょっとねパーティー変更します。夏希を3体入れてやっていきましょう。やっぱりカトリー欲しいよ、レイトン居住。さあ鉱物与える、おっと B ランクなんでこれそこそこ使えるよね。ちょっとね何回かね周回してこれはイベント期間中にぜひとも技レベル上げたい。コラボイベントってさなんだかんだ言ってなかなか復刻しないんで、まあ、今回ね大量にね稲妻イレブン、そしてスナックワールド、まあ、復刻ありますけども、まあ通常はねなかなか復刻しないんで、もうこれを取り逃すとなかなか入手できない。なのでもうこのレイトン居住カトリー好きな人はねもうこのイベントの間にねガンガンやりまくってたくさん落としましょう。 このレベル5とのコラボイベント、すごいのはねこのキャラクターボイスがこれオリジナルだよね、アニメのオリジナルのキャラクターボイス使ってるよね。通常はね他のコロコロとかねサンデーとのイベントの時にはまあいろいろまあ権利の問題とかあるんでしょうけども、オリジナルボイス使えてないキャラが多いんですよ。ただね今回のレベル5に関してはその権利問題全く問題ありません。なのでもうオリジナルキャラボイスでもうテンションマックスです。やばいなこれ、今日寝れないかもしんないっていうね。さあポイント玉、まあ、しゃあ来たぜ、カトリー来た、もう落としまくりだ。このイベント楽しすぎる、やべえ、カートリー来たよ。もうカートリーメンバーに入れていきましょう。そして2ポイント。今回ポイント玉がさ、あれだよね。連打系だよね。まあ僕としてはね、連打の方がポイント玉壊しやすいんでいいんですけども、連打です。さあ100ポイント。嬉しい、これ嬉しい。さあ今回のイベントレア妖怪もちろんあります。ステージ8無理壁、あーっと来たぜガチンコ像、こちら今回のレア妖怪となっています。まあすでにね出ている妖怪なんで持っている人結構いるかもしれませんけども、まあ D ランク、もう持っていない人は
これをチャンスにね、まあ、たくさん仲間にしていくといいと思います。まあランクが D なんで、まあ、強さ的には微妙なんですけども、これキャラがさなんかいいじゃん、これかわいいっていうかさ、この仮面ライダーチックな、もうそれだけでもうランクとか強さとか関係なく、もうこれ取る価値ありますよ。さあ僕もね鉱物上げて夏木2体入れてもう落としにかかっています。レイトン教授いいよね、攻撃力アップしときのこのヒロシンシャドウ、このゴールデンコンビ。さあフィーバータイムに持ち込んで、さあ夏木打ちまくっていくぜ。まず攻撃力アップからの、そしてチョコリーナ、そしてジェントルマン打ちたい。さあ日野さん行くぜ、超強力 SSS ランクだからね、すげえな。まあ噂だとね、なんかランク Z で来るんじゃないかみたいなのがありましたけども、さすがやっぱさ日野さんなんだかんだ言って社長なんで、さすがになんかちょっと遠慮したよね多分ね。もう本当はねランク Z でもいいかなと思ったんですけども、やっぱなんかまだリンの1体しか出てないのに、さすがにここで日野さん来たらっていうのがあって、多分ね遠慮したんだと思います。ちょっと控えめなとこがねいいよね。さあチャップ行くぜ、チャップ来た、スナックワールド、ここも鉱物が与えられるということは仲間にできる。さあカートリー使っていきます、こちらスコアアップです、アップの53ポイント、これは行くね、プリチーのスコアアップ、スコアアップキャラ持っていない人は今回ゲットして技レベルね上げておくとね、スコアアタックとかね、あとワイマネー稼ぎいろいろ使えるんじゃないかと思います。プリチーのスコアアップキャラってなんかあったかな、多分僕持ってないんで、これはいいんじゃね、種族縛りがある時とか非常に使える。しかもこのカトリー可愛いじゃないかこのキャラボイスもいいしさ、これはねもうやり込みですね。まあ、ただねこのコラボキャラ、まあ、今回に限ったことじゃないんですけども、若干ねこのプニが見分けにくい色的にさ、人間の顔ってみんな肌色なんでこの、まあ、微妙に濃い薄いとか帽子かぶってるかぶってないとかあるんですけども、これ分かりにくいよね、ちょっとねそこが微妙ですけども、来たぜカトリー、まあいいんじゃないでしょうかそこはね。さあジバニャン、さあ今回ね激アツです。さあチャップもね落としていきたい、今回のイベントやり込み要素ありすぎる、もうガチャがね3回変わるんで、おいおいどんだけ Y ポイント使うんだよってことで、もう Y おっとアイテム落としました、もう Y ポイント稼ぎ、そして各地ステージのボスがねなんかレアアイテムをね落とすということなんで、そこもねもうやり込みです、もうやり込みまくり、やばいね、これ秋の夜長はねもう寝れません。さあドリームマッチボスまで来ました、レベル5ランド、おっとここは野坂カトリー使って100ポイント、野坂いるよ、しかし鉱物与えられないということはゲットできません、ガチャから出せということか、これねなぜかこの 2.5% の野坂が出ないんだよね、 0.5% のこの日野さんが2体も出たのに、なんで 2.5% の野坂出ないのみたいな、まあいいでしょう、まだねイベント長いし途中でガチャ入れ替わりとかもあるんで、今回初日にね焦って全て出す必要はありません、じっくりね楽しんでいきたいなと思います。さあ稲妻イレブン、アレスの天秤もね非常に、まあ、アニメもね好調ですけども、さあポイント玉もね壊してポイントも貯めつつやっていきます、玉壊しきたか。さあ まずはねフィーバータイム目指して技ゲージ全て貯めていく、フィーバータイム入りました。さあ攻撃力アップからの、そしてスコアアップ、さあ必殺技順番に打っていく、黒ジバ、黒ジバ来たぜ、そしてドラゴン、さあ社長
もう日野さん天才だからね、このゲームプロデューサー業界、まあ、日野さんね、プログラ元プログラマーでもあるんですけども、もう本当天才ですよ。さあ倒しました。352Y まで、おっと一つ星コインゲット、これは激アツだ。さあレベルもね上げてどん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 進んでいきます。さあ次はレベル5ランドクリア、100ポイント。そしてアイコンゲット、野坂優馬。さあ次行くぜ。おっとここに隠しステージあるぞ。